どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。忘却の庭が更新されましたね。新しい雑魚敵が早くも導入されていましたが、ボスは過去から登場しているキャラが多くなっていました。特徴としては、12層でカフカとジェパードが採用されているので、大ダメージを受けないように管理する必要がありそうですね。それでは早速、クリアした内容について紹介をしていきたいと思います。まず6層から11層までのクリア状況としてはこんな感じになります。編成としては弓、カフカアタッカー編成と追加攻撃編成を入れ替えてクリアしたような感じになりました。意外と編成に関しては固まった状態でいけたなっていう感じです。ただその中で10層に関しては陰月を採用してなるべくスボームを圧倒できるようにしていました。複数弱点があるなら陰月でゴリ押ししたいっていうのがありますからね。その他に11層までの弱点は炎が多かったので、トパーズの追加攻撃とかも結構刺さっていた感じがしましたね。続いて12層に関してですが、前半はジェパード、後半はカフカとなっています。前半は高ダメージに備えて復元を採用しています。アベンチリンなど耐久枠を入れるのはいいかと思います。どちらでもクリアラウンド数は変わらなかったですね。また前半は雷弱点がかなり通しやすかったっていうのがありますので、カフカと弓を使用して一気に畳みかけるのは相性が良かったです。結構戦いやすかった印象がありますね。続いて後半のカフカに関してですが、残りの雑魚敵も行動不能系などが出てきますので、デバフを解除するためにフォフォを使用しています。持ってない方はリンクスとかになるのかなっていうところですね。後半に関してなんですが、タイミングが悪いと遅延が続いてターンを多めに消費してしまうっていうのがありますので、そういったところは注意が必要です。アタッカーは陰月を採用して花火と低運でターンと SP と EP を補うようにしています。この編成で挑んだ場合、後半がラウンド数が多くかかる可能性がありますので、なるべく前半で短縮を図りたいっていうところがありましたね。それでは細かい説明については実際の戦闘画面を見ながら解説していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。今回は前半と後半どちらともオート戦闘でクリアをしています。ある程度編成と育成ができてればクリアしやすいなっていう感じでしたね。前回のサムとかの方がちょっと癖があって難しかったので、今回手持ちとの相性が良かったなと思います。まず前半に関してはルアンで弱点撃破効率を上げてどんどん攻撃をしていきます。相手の動きを止めておきたいので、なるべく切らさず行動をしていきます。早速闇の必殺技が使えましたね。第1ウェーブはなるべく早めに終わらせたいっていうところがあります。結構相手のね2回コードとかあるんで、ダメージ食らいすぎると辛くなるんですよね。まあ効果抵抗がしっかりと効きましたね。追加攻撃で海の必殺技がたまりました。意外とカフカと相性がいいんでね、使い勝手いいかなと思います。ダメージ貫通も刺さりました。さあ後半戦です。次のウェーブに関してですね、こちらに関しては人生削る意識しながら攻撃を繰り返すってことになります。なるべくねジェパードの行動回数を抑えたいっていうのがありますね。ジェパードの行動が増えるとバリアなどの心配もありますので、頑張って足止めをしていきます。そういった意味ではルアンを採用するっていうのがめちゃくちゃ相性がいいんですよね。人生削るをしきらないとジェパードがどんどんバリアを張ってしまいますので、遅延はさせないっていうのが大事かなと思います。まあ、そうなるとやっぱ自然とルアンと雷2枚っていう編成になるのかなと思いますね。さあこの辺りはじっくりといったところです。で今ルアンの必殺技が刺さりましたね。行動制限かかるとああやって隙ができるのでめちゃくちゃいいかなと思います。こういったところやっぱルアンは強いですね、相変わらず。ただ見てもらった通りなんですけど、意外と SP はカツカツになりがちです。
今回ルアンに関しては限定公演数に持ってるので SP を回復するっていうのがあるんですけど、それで多少持ってるなっていうところはありますね。 SP1 回復ができるかどうかでこの編成必殺技の回り方が変わってくるので結構大事なところです。で今回運よく復元と確保が溜まりましたね。なるべくね読みに当たらないようにしたいところはありますね。さああとはもう一本でいくところですかね。そうよ一体またか陰陽転換。これだけ攻撃食らってるんですけど、まあ、ほとんどね味方の HP 減ってないんでやっぱ復元の耐久力はめちゃくちゃ高いですね。このあたり考えるとアベンチリン採用でラウンド数確かに変わらないんですけど SP の消費でいうとアベンチリンの消費はちょっと激しめになるので、まあ、復元の方が今回は相性がよりいいんじゃないかなと思います。ラウンド数は変わらないんだけどターンの細かいところで見るとこっちの方が早いっていうのがありましたからね。では続いて後半戦いきたいと思います。カフカですね。とりあえず後半に関してはデバフをねなかなか受けないようにできればと思います。これ受けてしまうとねどうしようもなくなっちゃうんで、まあ、頬が活躍してくれるんじゃないかなと思います。あとは頬に関してなんですけどやっぱオートでの回復って結構その特殊というか弱い部分があるんですよね。回復のタイミングが悪かったりとか使わないとかいろいろありますので、まあ、それによってはオートだとかなり厳しくなるかなと思います。さあここからは陰月のスピー消費が激しくなってくるので花火、低運、オフの必殺技を使ってうまいこと回していく感じになるかなというところです。でこちらに関してなんですけど、まあ、バフをかけてガンガン攻撃していこうという話なんですが本来ならルアンを採用して人生削りで足止めをすることをしたいんですよね。でも後半より前半の方が結構辛いイメージがあったのでルアンがいないです。なので人生削りによるゴルシュはできなくなっていますので火力と必殺技でガンガン削っていくってことをする必要があります。陰月の場合 SP 消費を花火で抑えてるっていうのはあるんですがそれだと回りきらないことがありますので頬と低音を入れて SP、EP 回しつつっていうのが一番いいかなと思います。そろそろ1ウェーブ目も終わらせたいところですね。なんだかんだ3ラウンドとかかかるんで結構時間かかるんですよね。総理、よう注がさあ次のラウンドも入りました。まあ今の低運の攻撃で倒したのが一番良かったですね。あれ倒せないとなかなか難しいんでね。ではここからホブのバフの出番というところになります。さあできるだけ役払いを減らさないようにしていきましょう。まあ、行動不能とね、効果力のダメージが来る可能性がありますのでね、頬の厄払いは切らした瞬間終わるかなっていうところです。カフカがね、意外とそういった攻撃バカにできないんで、模擬宇宙とかで苦戦してた人たちは、ここのあたりが結構辛いイメージがあるんじゃないかなと思います。頬をいるだけでね、めちゃくちゃカフカ戦は楽になるんでね、そういった意味では、なんか、ここで頬を引かせる流れなのかなと思ったりもしてますね。さあここでちょっと陰月がね行動不能になってしまいました。まあ、無事回復っていうところですね。まあ、必殺技をすることによって味方がデバフ状態とかそういうのも厄払いの効果で回復できますのでそういった意味では強いです。まあ、ただそれに関してはポポがちゃんとスキルを使ってる必要があるのでこのあたりはね管理が大事かなというところです。ポポのああいうとこ強いんですよね。必殺技使えば回復もするしなんかいろいろね回復デバフ解除とか自然と起きてるんでなるべく切らさないようにしたいですね。
安定感も結構上がりますんでね。でこの時なんですけど、一応戦闘中は頬の回復が甘い時があるので手動の準備は常にしてます。まあオートでクリアはしたんですけどね、手動はね常に準備しておくのがおすすめですね。見てもらった通り、平運と頬の EP 回復があるので必殺技の回転が安定してるっていうのがわかるかなと思います。あ、ただ SP がねこれでもギリギリっていうところがありますので、まあ、足りていれば、最後まで足りれば無事攻め続けるっていう状況になるかなと思います。ただここで心配なのは低運がちょっと行動が止まりそうかなと。次ちょっと止まっちゃいましたね。ここで低運止まっちゃうともったいないんですよね。まあただ花火が止まらなかったんで強化攻撃は続けれるっていうところです。ただまだ行動はデバフは解けてませんね。まあ、ちょっとここら辺は陰月に頑張ってもらいましょう。さあここで解除してリピート。多分この火力アップ分が入ってたらもうちょっと削り切れてたんじゃないかなというところですね。さあこれで陰月の攻撃の準備ができてクリアというところになります。まあ、ちょっとねラウンド的にはね後半やっぱ長引くんでギリギリというところでしたね。まあ、後半のね行動制限デバフが結構辛かったっていうのがわかるかなと思います。カフカだけでなくもう一人の敵からのデバフが来るので回復が追いつかないときついなっていうところです。あとはなるべく2人同時に止めないといけないっていうのがあるので、火力の高い陰月とかは採用のしやすさはあるかなと思います。追加攻撃編成もありかなと思ってたんですけど、どうしても単体特化になるんでね、なんかどっちかが足りないっていうことが起きるので、まあ、陰月は相性が良かったんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、12層のね実際のクリア動画を見せたところですが、まあ、どういったステータスを持っているのかというキャラの紹介もしておきたいなと思います。まずは普賢ですね。普賢に関してはレベル80にしてます。奇跡に関しては4878です。で記憶の素材の光炎水ですね。まあ、防御力は1400っていうところをしてるんですが、 HP は8000を超えるようにしています。耐久枠なんでねなるべくっていうところですね。続いてカフカです。カフカに関しては5988という風にしてます。 OS に関しては待つのみですね。カフカは持続ダメージ主体で動くので攻撃力を3670ほどにしてます。で防御力も1500ほどにしてますね。ちょっとねやっぱカフカ打たれ弱いとか多少あるんで、そこは大事にしてます。で速度も上げてます。で回心ダメージいらないですね。で僕のカフカに関しては効果命中は低めです。 40% ほどとしてます。本当はもうちょっと欲しいんですけどね、まあ、40% であれぐらいのデバフ付与ができるっていうところになります。まあ、光炎水のおかげもありますね。続いて読みです。読みに関しては火力を出しやすくしたかったので奇跡は高めにしています。光炎水は持ちですね。流れゆくですね。でステータスに関しては攻撃力が4000弱、防御力は1100、回心率が71、回心ダメ160としてます。結構数値としては高めの方というところですかね。まあ、読みに関しては火力減となるのでなるべくステータスの厳選をしたというところです。予備で火力出さないとは削りきれないところがありますからね、あまり妥協はしないのがいいのかなと思います。続いてルアンです。ルアンに関してはレベル80で奇跡は4997としています。光炎水に関しては持ち光炎水ですね。こちらが結構強力で撃破特攻とかいろいろあるんですが、どちらかというと必殺技の SP 回復が一番いいですね。ステータスとしては撃破特攻は166としていますが、実際180までは漏れるようになってます。まあ、戦闘中というところですね。あとは速度も145にしておいてなるべく行動がしやすいようにはしています。続いて後半のメンバーです。頬はレベル80で3888としています。光炎水は自節ですね。 HP は6600ほどで防御力が1300となっています。治癒量は54ですね。自節のおかげでかなり回復量がアップしているので生存はしやすい状況となっています。
個人的には回復量が欲しいキャラだなと思っているので、まあ、自説をずっと採用してるって感じですね。続いて陰月です。陰月に関してはレベル80の5888としてます。こちら持ち込み数の陽光ですね。攻撃力は3100、防御力は1095としてます。会心率は72、会心ダメは190となります。で、陰月に関してなんですけど、あの耐久面がめちゃくちゃ低いっていうのがありますので、防御力がサブステでうまく漏れたっていうところがありますね。まあ、1000超えるとちょっと安定はするかなっていう感じです。異物に関してなんですが、ガンマンと荒地で組ませています。まあ、この2つでも十分火力が出るキャラクターなので、まあ、会心率と会心ダメが漏れるこちらを採用してるって感じです。続いて花火です。花火はレベル80ですね。奇跡は6988としています。応援水はダンスダンスダンスですね。必殺技を使った後に全体の速度を上げたいので、ダンスダンスダンスにしています。速度は140で会心ダメは186としてます。これもうちょっと上がるとね、さらに全体の火力が上がるんじゃないかなと思います。2ピッコ率は119となってますね。基本速度大事なキャラクターなので、メッセンジャーの採用というところになります。最後に低運です。低運に関しては貫突ですね。でレベル80です。奇跡に関しては5108となっています。応援水は記憶の中の姿ですね。こちら EP 回復をするために記憶の中にしています。ステータスとしては攻撃力が2243です。もうちょっと100-200プラスしたいなってとこですね。防御力は1200ほどにして速度は140にしています。低運意外と耐久ないと辛いところがありますので、まあ、攻撃力と両立するようにしています。各キャラのステータスに関してはこんな感じです。まだ厳選がね、もうちょっとしないといけないなっていうのは個人的にあるんですけど、まあ、これくらいの強さで今回の裏庭に関してはクリアができるっていうのはありますので、まあ、キャラのステータスなどは参考程度にしてもらえるといいかなと思います。まあ、ただまだまだこの編成以外でも多分クリアはできるようなところがあって、ラウンドの短縮っていうのもできるかなと思いますので、そういった時は編成の見直しなどをしてもらうといいのかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。